はい、皆さんこんにちは。今からちょっとツイッターで質問が来たので、読んでみたいと思います。はい、I have a question. What technique do you use to create a beautiful 粘りっていう質問が来ました。まあちょっと日本語で言います。質問があります。どんなテクニックで、盆栽職人さんは美しい粘りを作り上げてるんですかっていう質問が来ましたので、盆栽職人さんちょっとすいませんけど実践してもらえたらと思います。よろしくお願いします。でちょっと根をアップ、この辺かな。これが今の根ですね。で今から盆栽職人さんが、美しいね粘りを作る、やり方っていうか、粘りって言ってもそんな1日2日で出来上がるもんじゃないんですけど、やり方としてね、今粘りをやったところですぐ美しい粘りになるわけじゃないんですが、やり方として、盆栽職人さんに、やってもらいたいと思います。おっと、よいしょ。こういうふうに木があって粘りがあります、はいはい、で粘りのいい部分にカバーがかけてあって、はい、傷が入らなくしてありました。なるほど、はいはい、これがカバーです。そうやってさっきありましたね、はい、こうやってありました、はい、でここに留めが入ってました、はい、でこれを省くと粘りのいいところの部分を傷めないように作ってます。はい、それと作り方の説明をします。はい、木の中心から、はいはい、放射状に、おー、なるほど、はい、放射状に粘りを掃除していきます。はい、あ、じゃあそれをお願いします。今からで、はい、これここで取ってもらうかな。いいですか、よろしいですか、はい、で、まあ根っこと根っこの間ですね、根っこと根っこの間、ね、そういうところへこう隙間を入れていきます。はい、あ、根を傷つけないように、そうですね、で放射状に引くのがコツです。はい、ここからまっすぐ、はい、これをこうやってやっちゃうとここが切れちゃいます、はい、ですよね、根が切っちゃう、はい、で根を切らないようにまっすぐ振り下ろすっていう言い方ですかね、よくわかんないけど、放射状にこういうふうに粘りを持っていくっていう、ちょっと下すぎ、はい、ああ、それが根っこですね、指が、はい、指が、はい、わかりました、こういうふうに持っていくっていうことです、はい、でここをこういうふうに今カットしたところをこうやって放射状に引っ張るわけです、はい、そうすると巻いてる根が切れてきます、はい、巻いてる根って横へ巻いてる根ね、あの盆栽用語で巻き根って言うんですか、そうですね、盆栽用語で巻き根、はい、巻き根が切れる、そうですね、こうすることによって、あの細い巻き根は切れてきます、はい、こうして作っていきます、はい、これで見ていただくと、あと細かい部分は
こういう細かい根ですね、はい、細かい根は外してきます、はい、まあ、ハサミで切っていただいてもいいですけど、はい、そして力強い根っこを作っていくわけです、はい、で粘りっていうのは、はい、特徴がありまして、はい、その機能を持って生まれた特徴っていうふうに捉えていただいてもいいです。で面白い根っていうのは必ずしも放射状に伸びた根だけを言うわけではありません。なるほど。特徴があってそれをまた放射状じゃなくても、はい、面白い粘りがあると。そうですね。なるほど。もうそれをいかにアレンジして、そういうことですね、特徴にしてやるかっていう。それぞれの木にそれぞれの特徴がありますもんね。そうですね。ユニークな木もあれば、そうですね、教科書通りの木もあると。で、作り方としてはこういうふうです。あ、なるほど。作り方としては、ね、まっすぐ振り下ろして放射状に引いてやると、引いてやるとまあ八方粘りって呼ばれる根になりますね、はい。それが、まあ、基本的な作り方。そうですね、はい。粘りを作っていくっていうのは、はい、ただひたすらこうして、はい、放射状に引き続けて、ただひたすら、はい、で綺麗にほぐしてやる、はい、でもいいですね。そういう質問が来るっていうのはいいですね。ツイッターですね。え、皆さんツイッターですよ。ツイッター見とってくださるっていうことだもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。で今、はい、ここの部分ちょっとよろしいでしょうか。はい、これ根が細かい根がいっぱいあるっていうのが見ていただけますでしょうか。はい、でこれをここをちょっとこの場面を、はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、はい、ここをきれいにします。はい、でまあほうきで吐いて、はい、で土を余分な土を落としてきます、はい、そうしますと残った根が、はい、分かりますでしょうか。分かります。はい、はい、でそこを、はい、これこう横にした方がいいかな。分かりますか。はい、分かりいいですか。はい、でこうして上の方の表面、そうですね、表面の細かい根、細かい根をカットしていきます。はい、理由は何でしょう。これが残ってると、はい、また細かい根になって、ごちゃごちゃしてたくさんになってるから粘りが出てきません。あ、なるほど。はい、表面の根は切る、切る、表面の根は切る。そうですね、カットするわけです、はい、表面の根は切る。あ、輪郭が出てきましたね、表面の根切ると、はい、で、ここをもう一度こうしてお掃除します。お掃除。で、こういう作業をひたすら続けてきます。ひたすら、
はい、ひたすらやります。これ今撮りました、はい、横へ行ってました。あ、はい、横根って言うんでしたっけ。巻根、巻根ですね。巻根、はい、これちょっと見ていただきましょうか。盆栽職人さん、作業しました。粘りの、作業やり方を、まだこういうところきれいに、はい、まあやればやるだけきれいになりますよね。そうですね、そうです。どれだけやるかですよね。そうですね、はい、あの大体撮影が終わってから、はい、まだ切り込みしますし、そうね、針金かけますし、はい、で何日か傷が収まったところでまたやりますし、そうですよね、はい、まあ、それの繰り返しです。今回はその一部っていうか、こういうやり方ですよっていうをちょっと説明のためにやってもらいました、はい、という感じで、まあ本当はまだ やるんですけども、撮影が終わってからもやるんですけど、まあとりあえず、粘りの美しい粘りの作り方の作業を、盆栽職人さんやってもらいました。ということで今回は以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。